時和川と石川の合流地点義協新橋より上流方幸橋にある河川名標時和川は北海道函館市西部を流れる二級河川。時和川水系の本流であり一部北都市との境界を流れる。函館式協調付近の丘陵面に源を発し南西流する。函館 IC を越えすぐに気境の市街地へと入り急斜面を降りて行く。 北気二丁目付近で西へ折れ、国道高校と JR 函館本線を続けて越える。市街地を抜け、西北境町付近で南へ曲がると両岸に河川脇通路が現れ、函館流通センターの脇を通る。北海道道105函館上磯線を越え南東へ、曲がると北都市との境界となり、七重浜市街地の北側を流れる。昭和町付近で北東から石川を合わせ、 河川幅が広がった時和川は、道南浅利日鉄道線を越える。湾岸の市街地を抜け、再び北都市との境界を流れ、函館湾に注ぐ。流路延長 6.8km のうち、函館 IC、南脇の指導機橋114号線にかかる下も、時和川橋より、下流 6.2km が二級河川に指定されている。全体の支線数は、 極めて少ないが、水系内では、石川とその支流の中野川を含め三本が二級河川である。大部分は、市街地を形成する平野を流れるが、源流部の丘陵地と平野部の境界は、断球地形になっている部分がある。上流部では、半の木の樹木の多水場所や座禅草が見られる。中流部では、偽赤子や柳類が並び、川もにはヨシが育成する。下流部は、 河川整備のため植物の自生はなく、カルガモやワカサギ等が生息するのみとなっている。一説によれば、流域では、江戸時代にトキワ木が多く植えられていたため、トキワ木橋と名付けられた橋がこの川にかかっていた。それが、いつしか河川の名に付けられるようになったのが、由来とされている。トキワ川はかつて浸水被害をたびたび起こしていたことも、あり。 1970年から1984年にかけて下流4トル区間の河川改修が行われた。この時の稼働掘削により、気境新橋付近から七重浜市街地を貫流していた当時の流路が変更され、東へ曲げて石川と合流させるようになった。しかしその後1995年1997年にも浸水被害が発生し、 さらなる河川改修が必要とされた。当時二級河川指定区間の上流端は JR 函館本線橋梁だったが、函館市が都市基盤河川改修事業として、さらに上流部の整備を図るため、2001年4月10日、国事改正で指定区間が現在の門際川橋まで1550メートル延長された。その上で当年度より上流部の河川改修が、 開始され、翌2002年4月には、支流の石川、中野川を含んだ整備計画の策定を図り、時和川水系河川整備計画検討会が発足した。2007年4月に事業主体が変更され、以降時和川に関しては、北海道により河川改修が進められている。一般質問のあらまし平成24年第3回定例会。 および1968年測量国土地理院1、五千基本図、当函館市議会会議録平成13年第1回2月定例会、独自開示情報函館市の河川回収事業。ありがとうございます。